皆様こんにちは。沖縄から参りました。主催者の方々に申し上げたいんですけど、来年はね、私が一番先に講演させてほしい。なぜかというと、自民党の先生方も含めて南方戦略、沖縄の歴史的な背景に対しては極めて不勉強ですね。ちょっと前置きが長くなりますけどね、私は平成9年に梶山官房長官に、あんまり沖縄の反対勢力に金をやると収拾不能になりますよと意見不信しました。梶山のおじいちゃんはね、お前の気持ちは分かるけど我慢してくれ言われましたけどね、あれからですよ、沖縄が揺すり高で始めるのは。そういったことをね、自民党先生からちっとも反省してない。みんな帰っちゃったから残念ですけどね。それを含めて申し上げたい。それともう一つ、私のおばは姫入り部隊に志願して戦死しました。私は誇りに思っております。さっき野田先生が言われた無条件降伏したんじゃないですか。終わってみます。女子学生まで看護だけじゃないですよ。女子挺身隊として銃を持って戦ったんですよ。内地の防波堤となって引き止めて、少しでも講和条約を有利にしようとしてですね、弾薬運ぶまでみんな志願しました。だから国会5条を条件にして条件付きの報復なったんです。ご思想は安泰ならしめたんですよ。無条件降伏やったって自民党の先生が言われるもんだから唖然としました。バカだよあいつは。私にも与えられた時間20分しかないので、ちょっと早口で原稿を読ませてもらいました。アートボールとか言ったらそれで数分損します。で、ね、私の腰は3回あります。1つは日本国民としての教育と使命の自覚、2つ目に沖縄の実態、3つ目に日本の戦後史の総括を、この3点を申し上げます。まずですね、私はですね、我が国の主権が今完璧に回復したとは思っておりません。北方領土や竹島は不法占拠状態にありますし、何よりもですね、現行憲法は公選権を否定しているんです。共産党の、戦後の共産党初代職長の徳田喜一氏、彼は沖縄出身です。彼はですね、現行憲法に猛烈に反対しました。公選権の否定は独立の否定だと。私はこれを実体験したんです。私は昭和56年に海上自衛隊の青年士官としてね、護衛官に戻っておりました。するとですね、目の前に北朝鮮の不審船がいるんですよ。ベネーターをつなぎ合わせたみたいな。私はね、艦長と司令に弾使ったら憲法違反だから耐え返し沈めようと意見を指示しました。そういうことは。そしたらね、2日後一期先輩が、防弾一期先輩が来て、めぐみお前出世諦めろと、マークついてるぞと、過激だという、そういうことがありました。それでね、私はね、拉致被害者の皆さんに会うたびにものすごく残機の念がたまりません。あの時、海上保安庁とか海上自衛隊の誰かがね、使命を落として戦っている実力行使といえばいくつかは防げたと思うんです。で、もしこれが海軍であればね、停戦命令、たとえ海上であっても停戦命令を発して禁見することができる。それに従わなければ撃沈してもいいんですよ。ここではこういった感じでね、きれい事ばっかり言ってるもんだから、先生方が舐められてしまう、海外に。今ですね、尖閣諸島海域はですね、中国の侵略とか挑発行為が日に日に増加しております。私の後輩の指揮官たち、海上自衛隊と航空自衛隊の指揮官たちはですね、万一中国軍から攻撃を受けたら、武器使用権限や指揮官の地位を保全する軍法がないために、万が一戦闘になった時にどうするかという気持ちをね、非常に伝聞と苦労を食べております。15分でお願いしますというか、ちょっとオーバーしてみましょう。日本国民としての、教授と使命の自覚、これはぜひ私はね、マリオ機械戦の生き残りの海軍、イギリスの海軍将校から日本に帰ったら自分たちの感謝と敬意を伝えてくれということをですね、今ご紹介します。昭和16年6月に、私はロンドンでマレー沖海戦およびジャワ沖海戦で帝国海軍と戦った元英国海軍士官の3名の方にインタビューいたしました。その際、私は非常に大きな感動を覚えました。同時に日本人に生まれた誇りを痛感したんです。それはですね、特に
イギリス東洋艦隊司令長官の副官をしていたグラム・アレン元陸海軍大臣、当時92歳です。彼がね、私にこう言ったんです。昭和16年12月10日、英国東洋艦隊機関、プリンス・オブ・ウェールズに乗務しているとき、彼はサー・トム・フィリップス、英国東洋艦隊司令長官の副官をしておられました。そのアレン隊が提督にですね、日本海軍を侮っては危険ではないでしょうかと意見を信したら、何と言ったと思いますか。人種差別ですよ。黄色いされどもが何ができるかと一緒におっしゃったそうです。ところがですね、神奈川海軍航空隊を主力とする大撃機が攻撃始めたとき、フリップ提督は顔面蒼白になったんですよ。こんな見事な大撃見たことがない。そしてですね、当時の日本海軍は英米両国が分析したレベルをはるかに凌駕する航空機、魚雷を開発し実用化してたんです。結局我が海軍航空隊はですね、世界史上初めて航空機で高速旋回2隻をですね、わずか2時間で撃沈したんです。で、アレン海軍が英海軍将兵が感動したのはですね、その次のステージです。日本の武士道を実体験したというですね、海戦の周囲が決するや指揮官機が攻撃やめをマンコをします。で、機銃も発射します。その時に全軍が一斉に攻撃をやめてですね、救助活動を一切妨害しなかった。さらにですよ、デパルツ、プリンス・オブ・ウェールズのそれぞれの護衛駆逐艦が救助を終わって母港のシンガポールに帰還したとき、我が海軍航空隊は上空から護衛したんですよ。このアレン隊が私に言われました。プリンス・オブ・ウェールズとデパルツの沈没は大英帝国主義終焉の象徴であったと。要するに白色人種による有色人種別種政策の終焉を意味したと。昨今韓国や、私はその時大東亜戦争の意義を痛感しました。昨今韓国や中国は閣僚の靖国参拝を批判しておりますが、彼ら戦後世代もまた世界規模で歴史を見ることができない視野狭窄であります。全然違うわけです。私我が国の現状は靖国に鎮座される英霊の方々にお答えするにはまだ不十分であると思います。表現は適切ではないかもしれませんが、我が国は敗戦のショックから一種の国家的引きこもり状態に陥ってしまいました。大東亜戦争で懺悔された英霊の皆様は果たしてこれで良しとされるでしょうか。東南アジア諸国も中東諸国も強い日本の復活を望んでいるんですね。帝国陸海軍がまた復活しないんですかってみんな言われますよ、皆さんから。今後我が国が速やかに憲法を制定し、村山談話をはじめとする一切の自虐史観、謝罪外交を排除して朝鮮中国の干渉を排除すべきだと私は思います。一点同行があります。私は無言で着実に実行しております。信念を実行しております。私が書きました海の虫と DVD ブックです、ね、これ候補者が出ておりますけれども、これがこの度山形県教育委員会がですね、中学校の道徳教科書に正式にされています。新州廃止以来66年ぶりにですね、帝国海軍軍人、工藤俊作中佐および佐久間勤大尉のですね、話が学校の授業で扱うことになりました。戦後我々県民は27年間にわたって米国の施政下にありました。ちょっと端折りますね、時間がないです。正確に申しますと、沖縄戦から約7年間、サンフランシスコ講和条約発効までは米軍軍政時代、その後同講和条約発効後から日本復帰までの20年間は我が国の潜在主権を明示した国際条約に基づく米国の侵略統治下に置かれたのであります。この間マスコミや最古文化人が言うような沖縄県民が米軍から不当な弾圧を受けたことは決してありませんでした。台湾に目を転じますと、日本復帰運動を行った日本派は国民党軍によってことごとく粛清されました。その数なんと3万人に及ぶのです。一部の台湾人は始末隊に沖縄本島に亡命してきておりました。在沖縄米軍は1960年代まだ日本復帰の目指しもない頃、毎年沖縄統治権者の米陸軍中将、
最高指揮官中将ですね、中将を長として沖縄戦で参加された日米両軍将兵を追悼する式典を総合に挙行しておりました。この時今でもはっきり覚えています。当時私は小学校3年4年生でしたけど、はっきり覚えております。アメリカ陸軍軍楽隊はですね、式典冒頭に君が代から演奏したんですよ。父は日の丸と星条旗を同列に展示して行進しておりました。そこには帝国陸海軍に対する敬意が伺えたんであります。27年間の公式期間中、米国政府は中国国民党蒋介石より必要にですね、琉球の割譲を求められておりました。それをアメリカ政府は拒絶したのみならずですね、10億ドル以上、今でいうと10兆円以上の、アメリカ政府の国費を投入しましてですね、インフラ整備、県民福祉、感染症の撲滅、大学教育の実施に尽くしてくれました。でちょっと聞き苦しい話かもしれませんけど、ズバリ言いますね。芦田仁元総理大臣、自民党外交委員長は昭和31年6月28日国会で、沖縄住民は戦前朝袋のような衣装をまとい裸足で歩いていたが、今では洋服と靴の生活に立ち直り、村には舗装道路ができ、小学校も立派になったのはアメリカの力だ。米国のおかげで沖縄住民の生活は向上した。日本の都市ではこうはいかなかっただろうと発言しております。いいですか。昭和26年12月5日に返還された奄美群島ではですね、ガス車が続出しました。奄美島民は当時内地の豊かであった沖縄本島に食事を求めてですね、約6万人が密航してきたんです。先ほど野田先生が20年間沖縄米軍と足になってごめんねって言いましたけど、じゃあ沖縄を守れる力あったんですか。それ私言いたいんですよ。竹島でさえも守りきれない。皆さん竹島っていうのはご存知でしょ。朝鮮戦争が発生して徴兵を漏れた、ちょっと足が痛い頭が痛いっていう人たちが上陸してきて占領したんですよ。それすら反撃しなかったのに、こんなですね、本州ぐらいの排他的経済水域を含む沖縄列島をですね、どうして日本が守れたんですか。できませんのに、ああごめんねばっかり言っちゃいけんということです。私には沖縄の左翼はね、もう思想的に理論的にも破綻しております。なぜかと言いますとね、2004年平成16年に沖縄県は薩摩侵攻400周年、廃藩置県130周年と銘打って、琉球王国が我が国に統合されたことを糾弾するキャンペーンを展開していました。いいですか。今度はサンフランシスコ講和条約で日本の施政権から分離されたのは屈辱だったと批判しております。一体どっちが本気なんだところが安倍総理か日本の閣僚は、あんなあのボロボロの服つけた沖縄県知事に来て再建練習するんですわ。いいですか、こんなことをしとって。これは先導する沖縄地元西の米国統治時代の紙面を見ますと傑作です。マッカーサーを自負の如しと形容したり、琉球新報に至ってはサンフランシスコ講和条約調印を祝福してですね、サンフランシスコ講和条約調印から6日後、昭和26年9月10日にうるま新報から現行の琉球新報に名称を変更してるんですよ。こういった書く感じでですね、実に日和見てきたと思います。次に、沖縄地元紙や他の全国紙は絶えず沖縄を悲劇のシンボルのように描いておりますが、私はそれに対して極めて不満であります。昨日たまたま英字新聞のインターナショナルヘラルドトリビューンを見ておりました。フィリピンのスーピック元米海軍基地の特集が出ておりました。それを見ましたらね、現地のフィリピンの方が、4人の息子と我々家族全員は米海軍の経済効果のおかげで大学に進学できた、米海軍が撤退した後はそのようなチャンスは皆無となった、誠に寂しい限りですとインタビュー記事が掲載されておりました。政府や国民の皆様はこれ以上沖縄を特別しないでほしい。安倍政権が沖縄を腫れ物に触るように予算を倍増してですね、日産する姿を見てると、中国からもアメリカからも日本の投資能力は疑問視されてるんですよ。これが最後ですから、戦後史を総括する必要がある。先ほど、どなたか国会議員の先生が平和平和と言いましたね。平和っていうのは口だけでは言えるものではありません。我々沖縄が果たした役割っていうのは、沖縄戦においてもかなり奮戦しましたけども、戦後もですね、実は
相当な日本防衛の役割を果たしたのは事実であります。1960年代、中国をはじめ先進国は熾烈な核軍備拡張競争を展開しておりました。一方中国は昭和33年8月以降、台湾侵攻を試みて金門島領土へ40万発以上の砲撃を始めました。さらに34年にはインドと領土紛争を邪気しておりました。そこでですよ、アメリカ空軍は昭和37年にですね、中国全土を射程内に入れた中距離核ミサイルメイスリー96発を沖縄に配備したんです。そしてさらにアメリカ陸軍は同様の核ロケットリトルジョンをですね、約100発中国大陸に向けて配備したんですよ。メイス B の弾頭に装備された核爆弾はですね、長崎型原爆の3倍以上の威力を与えておりました。これは絶大な核抑止力を達成しました。毛沢東は強がってですね、中国には10億か何か30億の民がいるけど、毎日核攻撃を受けても何億は生き残ると、何億かはそれで反撃したすると言っていながら、密かに地下シェルターを作ってやったんです。今皆さん上海とか北京行きますとアパートになっています、モグラ族の。そういうこともありましてですね、こういったことを分析しないでですね、政治家の皆さんとか学者の皆さんが憲法9条が戦後を守ったって言ってるでしょ。私が言ったら笑いが止まらないんだよ。社会党とか共産党の先生方は反省してほしい。ミサイルが沖縄に配備された時ですね、旧社会党の森中森吉先生が昭和36年参議院の予算委員会でですね、核戦争が起きるということで配備に反対したと言います。核戦争起きましたか？沖縄、日本は東京オリンピックで大成功を収めてですね、世界史にも稀な非武装経済大国に急成長したんですよ。そういったことを思いますとですね、我々沖縄県民としては誇りにまず持ちます。祖国の自然になっているという現状、いやいや、私は本当に誇りに、ちょっと私的な話しますと、私のおばは姫入り舞台に志願して、どこで戦死したかわからないですけど、沖縄戦死候補には沖縄県島尻郡というわずかなこうファジーなものしか残っていませんけど、私が幼い頃ですね、母は私を連れて病院ごわといくつか回って供養しておりました。でも私の母が立派だったのはですね、その辺の最北文化人みたいに沖縄被害者だピー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 言いませんでした。国家のために立派に戦ったお前のおばあは立派だったと。最後にですね、私どもは今後県民教育と啓蒙に邁進していきたいと思っております。今のまま放置していくとですね、私は緊急出版しましたけど、沖縄が中国になる、皆さんが想像する以上に沖縄には今猛烈な中国の工作が動いてますよ。いいですか、尖閣でドンパチ始めたら沖縄本島で独立運動起きますよ。そこまで緊迫してるのに、なんか国会議員の先生方はお尻が浮いたような感じでね、ああでもないこうでも言ってますけど、皆さんも選挙区の大議事の先生方には真剣に沖縄問題、特に私の話を聞くように言ってください。